こんばんは。今日はですね、めちゃくちゃ私は嬉しいことがある、嬉しいことがあった。なんでかっていうと デニムを購入しました。私はね、あんまりデニム持ってなくて、あ、こんばんは、はじめまして、お邪魔しますって、どうぞどうぞ。で、なんか私はあんまり普段ズボンを履くことがあんまりないんですよ。履いて何、配信の時だけ、そう、配信の時だけズボンってのあるんですけど、外にデニムっていうか、なんかズボンスタイル、パンツスタイルで行くことはあんまりないんです。そう、ん、アウトドア、普通に今日はお買い物行っただけですけど、アウトドアっていうほど。そう、それでそう、でもなんか結構配信で、そう、パンツ好きですとか、デニムのおみちゃん好きって言ってくれるから、そう、言ってくれるからね、そう、ずっとパンツスタイルに挑戦したいなと思っとってから、ついに、そう、でもなんかデニム靴って何？デニム靴ってなんだ？そう、でもそのユニクロとかね、ユニクロとかの何なんていうっけ、プチプラ、そう、プチプラ、そう、大好きさん、いつも褒めてくれるけんさ、嬉しい。あ、なんかプチプラのデニムを1個持ってて、で、そうで、2年ぐらい前に買ったロデオのマイナス5キロみたいなデニムを1個ずつ持ってたんだけど、そう、なんか1個だけ、おかんがデニムは1個いいのを持ってた方がいいよっていうのをずっと言ってて、そう。で、全然そんな大したあれじゃないけど、デニムあれからしたらね、デニムファンからしたらそんな大したあれじゃないんですけど、今日はデニムをいっぱい履いて、デニムを、自分にぴったりなデニムをね、選んできました。そうだよ。だけどさ、なんかやっぱデニムって難しいですね。そう、そうなのよ。さっきコメントも来てたけど、お尻が大きくて、そう、なんかいいことじゃないよ、全然。あ、全然、水着に比べたら全然普通のデニム、そんな高くない、そんな高くないっていうか、ユニクロとかに比べたら高いけどって感じ。レディアゼルぐらいレディアゼルぐらい。でもなんかずっとさ、ユニクロのやつ履いとって、でもおかんがなんかデニムってあれって言ってた。デニムはね、いいのは高いけど、いいのはなんかこう足が綺麗に見えてスタイルよく見えるけんか、1個ぐらい持ってていいんじゃないみたいな。ワイドパンツが流行りなんですね。でも私ワイドパンツ履いちゃうとね、太って見えるんですよね。多分腰が太いから、そうだからね、ズボンがね、そう、腰が太いって何も入らないんだ、なんか似合わないんですよね、ズボンが。なんですけど、今日はいっぱい履いてどれがいいかなって言って決めてきました。そう、よかった、嬉しい。早くズボン履きたい。コンプレックスだったんですけど、ズボンっていうか、そう、けどなんかいい感じ になりそう。そうなのかな、そうなんですよね。手足は華奢な方だと思うんですけど、自分で言うなって感じですかでも今日も店員さんにめっちゃ言われた。確かにケツはでかいけど手足は華奢ですって。小指は細い、短いでしょ。そんな細くないけどね、小指。なんなら一番太いぐらい太いよ。営業トークです。そうだよね、めっちゃ褒められたもん、めっちゃ褒められた。あとはなんでかわからんけど、私がずっと
愛用してた、言ったっけ、私高校生ぐらいの時からずっと同じキャップをかぶってるんですよ。あのずっと同じキャップをかぶってて、あの高校生の時から。でそれをなんかわかんないけどリュウさんが持って帰っちゃったんですよ。持って帰っちゃったの、こっちに来てる時にかぶって帰っちゃって。そうそう、黒いやつ、まあ、実家にはあるんですけど、まあ、ここに今ないっていうことで。しかももう4年違う、17歳の時から5年使ってたキャップで、だからお古すぎたからもう変えましたでも別になんかあのファッションで着るはあの被るとかじゃなくて、髪ボサボサの時とかメイクしてない時とかに近場に被っていくやつだから、なんか通りかかったところで帽子見つけたらなかったそう、マジでなんかこ、なん、なん、なんのこだわりもない、黒です。黒目立たないようにしなきゃ、メイクしない時とか髪ボサボサの時だから。えキャップを間に合ってる間に合ってるもう買ったばっかりやわ。そうたまたま通りかかったらいいのっていうか、シンプルで黒でいいやん、これにしようと思って買ってきた。えでもね、あのかずっとあのかリュウさんが持って帰ってなくなってから気づいたけど、キャップって結構必要ばい。そう、おしない別に尾上瑞希やけんとかじゃなくて、普通にブスやけんばりたくないそう、普通に顔見られたくないやん、前髪ボサボサ髪ボサボサの時はもう髪こうやって押し込んで帽子かぶっていくの。そうキャップは持ってないんだよね。そうキャップはずね意外と必要。そうだよ、なんか私よく飛行機乗るんですけど、飛行機中もねなんか寝顔見られるやんかやき意外と帽子っていいなと思う、マジで。いた爪が、そう深くかぶって寝たら誰にも見られん。そうなのよ、女優帽高校生の時ハマってた。レコンギスタなんだそれ、 AGE アゲ。いや見てないんだよねマジで、本当に見てないと思う。誰も見てないけど、いやいや自分の寝顔とか CA さんに見られたらっていうか、昨日あの、いや私昨日ねドラマ見て泣いた。何の報告なんこれ誰もどうでもいいよねこんな情報けど、マジで昨日ドラマ見て泣いた。あの川口春奈さんとあのスノーマンの目黒蓮さんえ合ってるよね、目黒蓮さんのあのサイレントっていうドラマなんだけど、めっちゃ泣いた、超感動したの。みんなも見て。そう昨日、あだからクマあるのかな。そうなんか久しぶりドラマ見て涙出てきた。なんて切ないの、だから1話の時から切ないじゃんあれは、マジで1話から切なかったけど、サイコパスじゃないね私、絶対にサイコパスじゃないですよ。あの人に興味ないって言ったけど、別にそんなサイコパスではないえ何ガンダムって、何の話。そうだよ、いやめっちゃ泣いてたやん卒業は。そうで久しぶりになんかドラマ見て泣いた。映画で泣いたことはあるんですよ、よく泣くけど、なんかドラマで泣くことってあんまない。感動しましたねドラマ見て昨日は。いいドラマ、あれめっちゃ考えさせられるドラマや本当だよ、みんな見てみて。えマジであれはマジで感動するし、なんか考えさせられるドラマ。水飲んだよ、水色、確かに水色ばっかり。そうなんです、あれはめちゃくちゃいいドラマでしたね。来週も楽しみ。でもまあなんかね、なんか予想つくんだよね見てる人います？サイレントっていうドラマですね、サイレントっていうドラマ TVer で見れるよきっと。
私も TVer で見た。ん？暗殺教室？え？暗殺教室？暗殺教室って何？聞いたことあるぞ。聞いたことある。くじりふざけない。ふざけてないわ。ふざけてないわ。怖いやつ？え？暗殺教室は怖いそうだけど、あの、何だったっけ、あ、モルゲッソモルゲッソ、ガリガリさん、モルゲッソ合ってる。あ、やっと覚えたのに一単語。この間めちゃめちゃみんなに自慢してたのに、こういう時使うんだよね、わからないよっていう。え、わからないよじゃなかった、モルゲッソって。そう、全然知らない、全然知らないですけど、サイコパスじゃなくて暗殺教室は使いたかった。モルゲッソってずっと使いたかったの。え、合ってる、え、モルゲッソだっけ、え、違う違ったらめっちゃ面白い。サイレント、あ、サイレントはあの全然怖くない、手話の、手話の話、あ、手話の話じゃないわ、手話が、あの手話が出てくるよって感じ。私もちょっとだけ手話ができます。このちょっとだけ。そう、何の形やったっけそれ、耳、それってパーカー、うーん、パーカーってほどでもない、こんなやつ知ってる。え、何、何の話したっけ。あ、声、え、でも耳って書いとって声な、耳、ダンスうまいね、踊ってないけど、どこ、何を見よう、何を見て、お、見て、パーカー、そうだよ、可愛いですね。ありがとうございます、尾上瑞希です、よろしくお願いします。で、何の話をしたっけ。そう、そんな感じですね。何の話やった、え、本当にやばい、何の話をしたかさっぱり忘れた。え、何の話してた私、え、病気、私病気ですか、何の話したか忘れちゃった。あ、そうそう、サイレントがめっちゃいいドラマだよっていう話ですね。耳と声両方入ってるの、そうなんですね、全然知らなかった。ちゃん歌ですかって聞かれて、いやいや、困らなくていいですよ、全然困らないで、うまいでしょ、うまいでしょ自分も毎日忘れてます。いや、みんなよりひどい、本当に何喋ってたか忘れちゃう。そう、アホなだけ何喋ってたか忘れちゃう。あ、そう、手話をしてたんだ、手話ができますっていう話をしてたんですね。ちょっとだけドラマ見て手話やってるなんかシーンが出てくるんですよ、ちょいちょい、それ見て、あ、わかるって思いながら見てる。なるほどね、僕の職業はなんとかですって言ってた。あ、だからシワシワってきたの、コメント、なるほどね。そう、ダンス、手話とダンスやめて違うけんそんな誰でもできるやん、そんなさ、今ぐらいマジで誰でもできるけん覚えとって、エキラマこんな覚えとってもこれぐらいだったら何にもあの役に立たんけん、意味ないっちゃん実は。あんまり意味ないっすね、使えればいいっちゃけど、あんま使えたことはない。踊らないダンスして、違いますね違いますね。眉毛かわいい、え、なんか今日眉毛変じゃない、なんかやだ、え、なんか嫌なんだけど、眉毛変じゃない、え、なんか眉毛変じゃない、あ、気のせいか、気のせいかな。手話って海外、あのね、日本
手話ってそもそも日本にしかないって聞いたことがある。そう、日本限定っぽいよ。え、どう？ブリントさんもコニメレさんもある手話って、手話あるのかな。え、多分違う。手話、あ、手話はあるか、さすがに手話はあると思うんだけど、海外は違うって言ってた。そう、国によって違う。あ、あるのか。じゃあそうだ、海外と全然違う。確かにないと大変だ。そう、言ってた言ってた、世界日本だけって言ってた。しかも日本にも手話って2種類ぐらいあるんですよ。そう、なんとか手話となんとか手話2種類がある、2種類あるから。でもまあ通じるんだってよ、どっちも。え、何ね、手話ってある？あるよね、きっと。そう、なんかちょっと手話いろいろあるらしいよ。シュレ、シュレ、シュレって何？シュワシュワ。そう、そんなドラマを見て私は泣いておりました、昨日。一人で体操座りしてテレビの前でポロポロポロ切ないよって言いながら。でもね、ちょっとね、どっちの恋を応援しようかなって迷っているところ、今。まあみんなも見てよ、一緒に話そうよ。でも2話からだから、今はもう1話見れんけん、2話見て、2話見て語ろうよ、みんなで。切ないっちゃう、マジで本当に。しかも、しかも、しかも応援されたとか、いやいや本当に応援したくなるんだって。手話で配信して無理だって、4級レベルだよ、マジで。で、聞いて、あの川口春奈さんがもうやっばい、もうマジで可愛い、超可愛いので。川口春奈さんがなんか緑のセーター着てて、私も緑のセーターを今日買いに行こうってしたんだけど、なんか思ったよりいいのがなくて、可愛い、色がね、結構緑っていろんな種類があるしさ。そうで、緑のセーターを欲しくて行ったんだけど、もうちょっと分かんなかった、私には。でもなんか緑ってさ、私持ってないの、だからいけるかな、え、やっぱいけないかなみたいな。そう、そのなんかすごい迷いましたね。なんかそう、白だったらさっと白を選んで、白選んで、だから白だったらね、そんなに迷うけど、緑って結構躊躇しちゃったな。そう、え、似合うのかな私にみたいな感じで。確かにね、ガニメデちゃんとかフミティさん緑っぽい、ちょっと緑買ってみようかなと思ってる。え、川口春奈さんの緑、着てた緑ってさ、え、あんまり着ないとか一個も持ってないですね。けど今日めちゃめちゃハマっちゃって、今日幼なじみの妹ちゃんって言って、話よく話してるよね、と一緒にお買い物ついてってくれたんです。付き添いで来てくれたんですけど、そう、あ、緑好きなんだ。そう、それで緑って言って、その、まあ、なっちゃんって言うんですけど、なっちゃんと緑探そうって言って、緑探してたら突然紫もいいなと思ってきて、あんまりね、あの私は色はね、暗い方の緑をおすすめしますって。暗い、そうなのよ、なんか緑とか紫もそうだけど、明るいとか暗いとか、こう発色がいいのとか、ちょっとくすんでるのとか、いろいろあって、私はそもそもその黒、白、薄ピンク、ベージュとかの色しか持ってなかったんですけど、それこそファンの人にその緑じゃないブルーのね、ワンピースをいただいて、それからなんか色あるのいいなと思って、色味色のね、色洋服にハマってるんですよ最近。それでブルーにハマってたんだけど、まあ、全身ブルーなんだけど、そう、最近はブルーにハマってて、そっから最近ドラマとかで、あ、緑もいいなって、なんか緑の洋服をあの探してたら、なんか紫もいいなみたいな。最近ね、カラーバリエーションが増えてきてる。
カラーいいなと思って、ちょっとイメチェンかもしれない。色気づくっていうんですか、色気づく、あ、そういうこと。あ、おくんち、おくんち行った場合、いいな、おくんち合ってるの、長崎ないって聞いたんだけど、結局どの、いや結局わからん、だって紫も緑もまだ挑戦してないから、とりあえずこの2つに挑戦してみたいなって感じですね。そう、まずは緑からやってみよう、緑のセーター探しの旅に出かける、またって感じですかね。お友達来てないよ、帰ったよ。でもね、何個下なんだっけな、何個下だっけ、3個ぐらい年下だから、先輩、まあ、先輩後輩じゃないんですけど、あの年下なの。かわいっちゃん、なんか友達ってよりかは妹って感じかな。3つも下だったらなんかね、妹感があるよね、友達のような妹のような。先輩面しないよ、先輩面しない、しないしない。追い風できたけど、おくんちって、おくんちってお祭りさ、長崎の、知らんと、知らんと、ん？先輩後輩じゃないって言った、先輩後輩じゃないよ、だって3つ下だけど、高校も、高校も中学もかぶってない、かぶってないレベルの年の差。そう、3個やけんね、ちょうどすれ違いしさ、あ、入れ違いしさ、入れ替わりしさ、そうだけんか、先輩と後輩になった、なった覚えはない。あ、だけど小学校は私が6年生の時、なっちゃんが2年生かな、でサッカーやってたから一緒に、まあ、小学校も違うしね、別々だし、サッカー部が一緒だっただけ。先輩後輩、小学校で先輩後輩ないじゃん、そうだから友達です、友達です、そうだよ、ジャッカー、ジョッカーね、ジョッカー。そう、いやいやいや、何の先輩、私先輩じゃない、先輩じゃない、サッカー部で一緒だった、一緒に基礎とかやってた。でサッカー部のお話しましたね、サッカー部の、そう、なっちゃんの代の、私からしたらちょっと関わりはないんだけど、知ってはいるぐらいの人たちだから、そう、元気してるって言ってお話ししたり、まあ私の代のお友達も元気そうだよっていうお話をしましたね。まあお兄ちゃんなんですけど、なっちゃんからしたらお兄ちゃんと私と、まあ、リュウさんとかもそうですね、幼馴染がいっぱいいます。顧問変わって、顧問とかないもん、てか顧問ない、顧問とかいたかな、そう、めんどくさいし、絶対めんどくさくない、絶対めんどくさい、あんま関わりないんですよね、私、後輩っていうか年下とか年上っていうか先輩とかとも、そう、あんま覚えてない、先輩の名前とか言えない、言えないかもしれない。前髪かわいい、ほんと今日すごいぴったりぴったり。サブり方、サブり方はね、砂いじりするんだよ、砂いじり、サッカーに飽きたら砂いじりするんだよ、私は砂いじりしてた、小学生の時ずっと泥団子作って監督に持ってってた、小1の時めっちゃ怖い監督に、私だけそうね、サッカー部では末っ子キャラやったね、いつまでだっても、小6になっても末っ子キャラやったかもしれん。そう、めちゃくちゃ怖い監督に泥団子を作って、はいやったの覚えてる、やばすぎマジで、なんかなんて言われたか覚えてないけど、泥団子作って監督に持ってってた。それは小1の時で、まあ小4ぐらいになったらめっちゃ怒られてた、走れー、えいざきーつってめっちゃ怒られてた、逃げるな
で、で怖いんだもん、ボールが怖かったのよ、その時めちゃめちゃヘディングできなくて怖くて。そう、監督がめっちゃねボーンってボールを上げて、それをヘディングしろっていうの、マジで怖かった。なんであんな高いとこから落ちてくるボールをさヘディングしなきゃいけないよって思ってたけど、クソリッってしてたら、お前はカメかって怒られましたね。あ、そう、監督からじゃなくてボールから逃げてたの。ボーンって監督が上げるの、そこのあの着地点まで行ってヘディングするっていう練習があって、めっちゃ嫌だった。ヘディングは危ないから、きえ、なんか禁止らしいよ、最近の、最近のサッカー少年団は、少年チームはヘディング禁止っていうなんかルールがあるらしい。ルールっていうか、なんかなんかあるらしいよ。そう言ってた、 TikTok で見て。そしたらあのキングカズのカズさんね、カズさんがハゲるからなの、カズさんがなんか面白いこと言ってたんだよね。なんか言っててめっちゃ笑った、いいね押した。キングカズさんがね言ってたよ、なんかそんなこと言ってたら、なんかそんなこと言ってたらなんか僕はどうなるんだみたいなこと言ってて面白いと思っていいね押した。まあ、確かにと思ってでもちっちゃい時からヘディングしてるけど、みんな特に別に何にもないからいいんじゃないって思っちゃうけどね。過保護な世界だなって思う過保護な世の中になってるなって。なっちゃんとこの間ちょうど話してたんだけど、なんか背の順が禁止みたいな、背の順がなんか言われるらしいよ。あ、脳に影響あるのかな。確かにね、頭にボール、頭をあれするって良くないよね多分。確かに、え、日本サッカーヘディングしなくちょっとあの時の監督みたいに言うかもしれん、私逃げるなーとか、ヘディングしろーとか言っちゃうかもしれん。そんな嫌やね、ヘディング戦サッカー嫌だよー。あ、そう、それで背の順禁止、え、そう思った。背の順禁止ってさ、何順もできなくないと思ったんですけど、なんか TikTok でなーちゃんが流れてきて教えてくれたんだけど、あ、じゃあ私も TikTok で見たのか。そう、その後なーちゃんから言われてちょうど見た、流れてきて見たんだけど、なんか言ってたわ、背の順だと前の方のちっちゃい子、こうじゃん、そのちっちゃい子がなんかいじめられるみたいな、そうって言ってたんだけど、それ逆にしたらさ、でかい人もいじめられんおめえできんだよって言っていじめられちゃう。おいちっちゃいんだよ、おいでかいんだよって言われるじゃん絶対ね、意味なくねそう、意味なくない、でかくてもちっちゃくてもさ、言おうと思えば言えるじゃん。いや、そうなのよ、その男の子は一番後ろでいいかもしれん、さ、男の子が一番前だと嫌なのかもしれないけど、女の子で一番後ろも一番後ろですよ、一番後ろも一番後ろで嫌だ。私もほとんど一番後ろだったけど、嫌じゃないけど、いや嫌じゃないな、別に何も考えたことなかった。でも確かに嫌な人いると思う、私ぐらいだったら別に大丈夫だと思うんですけど、私大丈夫、私は思ったことないですけど、もっと高い声になったらコンプレックスに感じてくる子もいるだろうし、そう、そんなこと言ってたらキリないよね。小6の時はね、私ね後ろから3番目だった、後ろが私、なあちゃん、まあちゃんだったので、1個前がりゅうさんだったんだよね。男女混合にしてもうちら3人が圧倒的にでかくてみーちゃん、なあちゃん、まあちゃんが圧倒的にでかくて、みんなより大差つけてでかいぐらいね、本当にでかかった、うちら圧倒的でかくて、1個前がりゅうさんだった、私よりりゅうさんの方が高かったし、怖いよ。いや、そうなんだよ、本当にね、3人で歩いてるとね、ちょっと怖い、怖
怖いんじゃないって言う思っちゃうよね。確かに。そう、悪ガキだったよ。3人だからさ、3人いないと目立っちゃうんですよ。そう、でかくて目立っちゃうから集会に3人遅れて原骨食らいました。そう、目立っちゃうね。こっそり、あ、いないじゃんみーちゃんとかじゃないの。いないなあいつら絶対いないなみたいなね。そう、そうだよ。でも人数少なかったけんどっちにしろバレるわ。ヤンキーの集会じゃないんですよ。合唱コンクールの練習だった。筋骨咲いたの思い出したら笑っちゃう。本当にあれやばいよね。だって筋骨されてんだよ、うちら。筋骨されてるのにさ、ヘディング禁止ってどうなんヘディングもしてたしさ、筋骨も食らってたけど、全然全然普通に生きてるからきっと大丈夫だよ。カーン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 で、そろばんの先生にはぶん殴られてた。ビーン、ひどいよね筋骨。だからアホなのかな私。筋骨は愛です。なんか思ったことなかったけどね、別に叩かれて嫌だとか思ったことはなかったけど、でもこれから先私が、まあ、もし自分の子供が原骨されたとかなったら、なんかあと10年後とかさ、そうなったらさ、なんか思うのかな、なんでそんなことしたんですか、訴える、教育委員会に訴えるっていうなるのかな今は思わないんだけど、私はなんかいくら世の中の風潮があの過保護でも、今のところまあ悪いことしたら仕方ないなってなんか仕方ない、そんな悪いことしたら、だって別にさ、なんかあの何怪我したとかならあれやけど、そう、まあ仕方ないんじゃないかなと思っちゃいそうだけど、怪我せんければいいじゃないそうって思っちゃうけど、10年後は多分その世の中でもうみんなすごいそういう雰囲気になるんかな。怪我せんければいっちゃないかな、ダメとかな、まあ、私は。でも叩いてもなんか意味ない気がするね。確かに。でも叩かれてたな私、めちゃめちゃ、そろばんの先生でもね、聞いてほしいよ。なんかそろばんの先生には叩かれてたんだけど、叩かれて強くなったんだよね私そう、強くなったから、なんか叩かれてよかったっては思うけどな、叩こうとは思わんけど。そう、怪我はなかった全然、けど先生がめっちゃ怖くて。でもね、程度がありますよ、程度が。そう、程度があるから、ね、そうだよ。そろばんで先生にめっちゃめっためたにされてたからえ、思う、私もそっち派なんだよね。適度なしつけは大事だと思っちゃうけど、戦うでいいけど、まあ怪我せんかったらペチンぐらいは、なんか、え、親ってみんなそんなんじゃねって思ってしまう。そうだって、こらペンってしても怒られるんだよ今の世の中。体罰じゃない、なんだっけ、なんだっけ、体罰じゃなくて拷問じゃなくてね、だっけって言ってから言われんだよ。なんだっけ、あの暴力、あ、そう、虐待、虐待やってなるんだよ。ピチッポンって叩いたら、あ、虐待ってなるけんね。怖いよマジで、地雷は怖いよ、気をつけないと。ちょっとでも叩いたら、まあでも叩かんでも伝わればいいけどね。小学生とかさ、叩かれよったよ私めっちゃ走り回りなさんなって言ってから、誰にでも誰からも、別に親とかじゃなくてもそう、近所の人とかにも そんなレベルですよ。うるさいって言ってから、そんなもんですよ。セクハラの範囲も広くて、あ、まあ、確かにね、セクハラの範囲もね広いですよ。怖いですよ最近の世の中はって思った。最近なあちゃんとそういう話をしてた。じゃあ何順にすればいいんだ、こうもダメこうもダメ、じゃあ名前順かって感じか。
でも名前順、高校の名前順だったな。そう、お見原。親にも先生にも毎日と疲れてえ、私もと疲れてたよめっちゃおかんとか、うちのおかんめっちゃ厳しかったっけんね、小学生の時。中学生ぐらいの時からはなんかあの意思疎通意思疎通じゃない中学生ぐらいになったらなんか自己判断とかができるようになってから、自己判断なんか正しい判断ができるようになってきたからかなって思うんだけど、中学生ぐらいから全く怖くなくなった。おかん小学生低学年ぐらいの時はめっちゃ怖かったの、お母さん。でもなんか突然もう怒らなくなった、夜中なったそうなんだよ。なんかねびっくりするぐらい優しくな、優しいっていうか怒らなくな、まあ怒られることをしなくなったんだろうな、きっと。兄から嫉妬の逆、え、そんなのあるの、やだ、それ嫌やね。そう、おうちんはまあ優しかったけどね、そんな怒ったんけど、あかんは怖かった、マジで怖かった。てかこの間最近ねこの間最近っていうか前使ってた携帯のなんかスクショからなんか意味のわからない LINE のスクショが出てきて、なんだこれはって言ってリュウさんと爆笑したんだけど、多分私とお母さんが喧嘩してたんですよ。それでおうちんはあの出張に行ってた、出張か転勤だったんですよ、多分家にいなくて。その時におうちんから来た LINE がめちゃくちゃ面白かったなんか水何してますかっていう LINE から始まって、私は多分めちゃめちゃ怒ってたんで、お母さんと喧嘩して多分おうちにも返信をしなかったんだよね。そう、無視してたの、おうちの LINE を。水元気ですかなんか僕はなんかねなんかホテルかな、なんかその仕事の出張先にどっか行ったんだよね、場所わかんないんだけど、多分出張先で一人でお酒飲んでますみたいなねいう文章が来てて、多分慰めようとしたんだろうね、一番最後に水のいいところはみんな知ってるから元気出してだったのめっちゃ面白くて、どういう状況って言って龍さんと、そう多分喧嘩したんだろうな、優しかった、それは面白かったいつも私とおかんが喧嘩したらおうちんがどっちのにもつくんだけど、どっちの味方もするんだけど、私にはなんか喧嘩の内容には全く触れずに、水のいいところはみんな知ってるからねっていうめっちゃ面白くない、リュウさんとめっちゃ笑った、どういう慰め方これみたいな。そう、喧嘩には全く、そうずるいんだよ本当にその内容には全く触れなくて、そう具体的な褒めもなければ、その喧嘩に対してのその対策っていうか解決策とかもないんですよ。ただただみーちゃんはいい子だよっていう文章を一番最後に、一文だけ、自分のその自分はこういう今こういう状況です、みーちゃんはいい子だよっていうラインだったのめっちゃ面白かった、リュウさんと笑った。おうちんってこういうとこあるよねみたいな、おうちんあのめっちゃ無難なこと言うやんみたいなそう、でもなんか私とおかんが喧嘩しててあんまりどっちにもあの言うことはないですね。そう、なんかいやおかんはこうだよ、みーちゃんはこうだよっていうことはない、基本的にはもうどっちの話も聞いておしまいって感じおうちんけど、私とおかんが喧嘩したら両方おうちんを味方につけたいんだよ。そう、なんとなく味方につけといた方がいいような雰囲気なの、いいような雰囲気っていうか、そうなんだかんだなんだかんだ味方につけといたらあのいいんですよ、なんとなく。そうだからおうちんが真ん中にいたらどっちもあの自分の言いように話をするの、おうちんにそう
え、わかります、わかる、なんとなく何にも言わないのよ、そんな対して。おうちを味方につけた喧嘩って言って、おうちがおかんに何か言ってくれるとかは特にないんだけど、とりあえず味方につけときたくて、2人とも喧嘩の内容多分どっちもいいように言ってると思うそう多分ね言ってるやろうなって思ってる、おかんも。まあ私も都合のいいように話してるしね、おうちにそう、何の話これ。そうなんです、そういうことがありましたね最近見つけたの、そのラインを。中学2年多分ね、中学3年生ぐらい、あ違う違う、高校3年生ぐらいだったから、多分進路のことで喧嘩してるんだろうなと思った、おかんと。そうそう、そう話聞いてくれる、でも多分話聞いてくれてなかった、その時多分おかんがお家にチクったんだろうね。そう、そしたらお家からなんかようわからんラインが来てたここ行ったよちゃんと、おかんがチクったんだよきっと、あのラインの感じは。でも私ねひどいんだって、それに対して既読無視だった私相当怒ってたのかな、相当喧嘩してて、多分そのお家の慰めすらも既読無視してた最低最低。あら幸せって嬉しかも、毎日幸せに話しますよ。残念ながらお家が愛してるのはおかかんですかそれ毎日おかんから言われるんだけど、私のお家やけん、私のお家やけんとか言って言ってくるの知ってるわって思いますけどね。また交換のせい、そうだよ、私ね高校生の時めっちゃめっちゃ喧嘩してたもん、いつもお母さんと進路のことについて喧嘩してた。しかもさ、なんかさ、すごいさ見障りって言うとあれだけど超嫌だったの、リュウさんの成績が良くて、その時はリュウさんの成績が良くて嫌だったの本当に。やっぱり何しても同級生だから、同級生だからさ同じ模試を受けてるの、だからさもう分かりやすく点数が出るじゃないですか。そうなんか、そうリュウさんは頑張ってて偉いし、リュウさんはもう本当にね進路に困ってることもなくて、おかんに言われることもなかったの、いい子すぎて、やれる子す、できる子すぎて、そう、それがもう私はねもう困ったよね、もうあの困り果ててました。くそー、なんであいつあんな成績いいんだ、私こんなにバカなのに、ああ何もしてないからか、もうそれで喧嘩してた。でお母さんもさ、まあそりゃ比べるじゃん、そう比べるじゃん、比べないでっていうのはまあ無理があるよね無理があるわ、だって同じテスト受けてるじゃん、なんか一個下とかさ学年が違ったら、そう一個下とかだったらさ、なんか私の方がテスト難しかったもんねとか言えそうじゃんけどね、そんなことは言えないの、うちら全く同じ、あの何あのなんだっけでなんだっけあれもしもしの名前、そうもし受けてるから、双子って大変なんだよ、全く同じ基準で比べられるけん。私がリュウさんに唯一勝てるのがソロバンソロバンは唯一勝てる。そうそれでまあ成績が良いリュウさんとを見ながら喧嘩してましたね、進路について。お母さんと手話も勝ってる、え、あ勝ってるだ勝ってる手話も勝ってるよ。そうでもその場はねリュウさんもめっちゃめっためったに叩かれてて、叩かれたってもう鍛えられとって、その場の先生に帰れって言って泣きながら帰ってた。リュウさんも帰れって言われて帰る人ってなかなかおらんよマジで。出てきなさいっつって潔く出ていく人はあんまおらん。なんでか分からんけど成績が悪かったのかな、出てけって言われて出てってましたね。おばちゃん先生なんだけどめっちゃ怖かった。でその後おかんがリュウさん連れて先生に謝りに行ってた面
面白い。私こうやってそろばんしてたら、あれリュウさん帰ってきたわと思ったらめっちゃハブてて、お母さんと一緒に入ってきて、かわいい、かわいいね。私の向いてなかったんだろうね、リュウさんには。なんかじっと座って集中してこうするのって結構大変やしね。本当ですよ。私もなんかそろばんそこまでガチって、マジでその時は意味わからんかったけど、めちゃめちゃハマってたんだよね。そう、楽しかった、普通に。なんか楽しかった、普通に。なんか成績合格とか、試験慣れはしましたね、めちゃめちゃ。そう、習字とかを習ってなかったっす。少しゲームっぽいしな。そう、なんかゲームっぽい感覚でやってました。そうそう、確かにそう、ゲームっぽい、自分の負けず嫌いみたいな感じでやってましたね。ただ今、まあ、計算も早いぐらい。今何になってるかちょっとよくわかんないですけど。え、字はね、普通にね、あのちっちゃい時から字を書いてたの。そしたら結構上手になった。みんなより早かったんですよ、私字書き出すの。そう、多分それだと思う。もう3歳ぐらいの時からひらがなの練習を始めてたって言ってた。そのしなさいって言われたわけじゃなくて、多分字を書くのが好きだったんだろうね。ずっとペン持ってた、ちっちゃい時から。でも勉強はしてない、ずっとひたすら目に入ってくる字を書くの。今でもそれ好きやもん。話すのも早かったね、私。言ってた言ってた。リュウさんは遅かった。そう、そうだよ、それはマジかで。そうばい、きっと LINE のバブルにも生きとるはず。よかった、やっとって。そう、でもなんかね、あ、なんかそろばんやっとって、なんか、あ、なんか、え、マジでかっこいいこと言っていい、かっこいいこと言っていい。なんかね、そろばんで6年間やってたんだけど、なんかね、努力の仕方を学んだ気がします。そう、毎朝5時半に起きて、あの1時間みっちり、毎朝よ、毎朝5時半に起きてそろばんを1時間やるの。それで学校に行くんですよ。でまた帰ってきて夜1時間するっていう生活をね、まあ3年ぐらいやってたんですけど、そしたら私初段から4段まで飛び級で4個飛ばして、受かったんですよ。そう、意外と珍しいことなんです、これは。きっと珍しいとか多分すごいことなんだと思うんですけど、そう、そうなの。そうだから、そのなんか努力の結果だなって初めて思えた、人生で初めて。小学校4年生だったんだけど、その時、あ、6年生か、6年生で4段飛び越して受かった時は、なんか、あ、頑張った結果だったなって思えたから、なんか努力して結果が実るっていうこの経緯が良かったと思った、そろばんやってて。そう、努力したらちゃんとその分結果が出るんだよっていうのを実感できたさ、その時。そう、うるう似合いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。え、できるできる、先生できるよ。そろばんの先生なろうかな、私。今更そうなんで、ママ崎もすごいですよね。おかんがね、まあ確かに本当にあの しっかりしてる。しっかりして、最初だって自分から言い出したわけじゃないから、私が朝起きてそろばんしたいとかじゃなくて、最初は強制だったの。そう、おかんがせっかくやるなら本気でやろうよみたいな、そろばんやるなら本気でやろうよって言って、そう、そういう感じでね、1000枚ぐらい印刷してきたの。おかん事務やってるんだけど、事務員なんだけど、大量にコピーしてきてさ、はいはいって言ってプリントさせ、そうやってましたね。そしたらね、楽しかったよ。結果が出るって嬉しいよね、やっぱりやった分だけ。ただそのなんか流れで中学までは勉強もやってたの、ちゃんと。やった分だけ結果が出るからね。そう、中学までは
かる。なんだけど高校になったらやってもじゃなくてやってもわからんじゃん。なんだこれ、なんだこの数学ってなってもやれちゃったそう、その流れ、いやわかる、なんかさやればできるみたいなさ、中学まではやればできるじゃん。なんかさ高校生になってきてちょっとこんがらがってきたさ、数学が、そう、数学と物理がむず、なんじゃこりゃって言ってからやめちゃったよ、やめちゃった。そうなの、高校でバカバレちゃった。中学まではねなんとなくあのなんかあの何 なんかあの要領よくなんていうできてたんだけど、物理大好きです。私物理担任の先生物理だったんだけど全然わかんなくてずっと先生に聞いてた。先生の近くにずっといたもん。わからん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 。もう先生のと仲良くなるのが一番いいですよそう、物理の先生と仲良くなるのが一番の秘訣。でも結局わからんかった。でも定期テストだけめっちゃ良かった、物理の先生と仲良くなるから。そう、あの実力テストはなんかわからんちゃけどできんけど、あの定期テストは物理の先生と仲良くなったらここ出そうやなっていうのが分かってくるさそう、先生この問題めっちゃ好きやん、絶対出す気満々やんこれって分かってくるもん。あっという間やったね中学ね。うわー、なんか古文できる人っていいよね、かっこいいわ。古文とかなんか全く分からん、むずすぎ。高校って難しいよね。そんなこんなで突然ですけど、一番最後に勇気満々だったんだけど、皆さんすいません、121人の皆さん、こんばんは、こんばんは、突然ですけど皆さん121人2人の皆さん、こんにちは、尾上です。それでは皆さん聞いてください、聞いてくださいとか本当ほんの一部の人聞いてほしいんですけど、みんなが集まってから言う結婚おめでとう、違います違います、すいません、あのマジで一部の人にしかあの関係ない話なんですけど、あのみんなが来てからと思って、怖い怖い、そんな怖くないですよ。あの皆さんそれでは聞いてください、ちぐはぐじゃなくて、あのこの間の下村イベントで応援してくださった皆さんありがとうございました、あっていう話で、ちょっとプレゼント企画をね、あのやるやるって言いつつも10月半ばになってしまって、あのそうになってしまって、あのプレゼントを送りたいんですけど、あのフォームっていうか、あの個人情報の回収をしなくちゃいけないんですね。すいません本当にすいません、お手数おかけしてすいませんなんですけど、皆さんの個人情報というか住所というか、あの回収させていただきたく、あのそのフォームを送りたくっていう感じです。そうなんですね。なので今から名前を呼ばれた方は、ツイッターの DM を開放してください。インスタ、 LINE ライブとツイッターを連携させてください。その後にツイッターの DM を開放してください。はい、行きます。大輔さん、こまちゃん、チョコミントさん、笑顔ニコニコさん、久保くん、サッタンさん、ガニメルさん、アーリンさん、インテリアクドさん、フミティさん、ミネマツさん、ミネマツさんだよね、でブリントさんで、ロケットスニーカーさん、ランクインじゃない、ランクインですか、おめでとうございますランクインって言うんですか、そうなんですけど、皆さんこの今名前呼ばれた方は、DM の開放とツイッターの連携をお願いします。で次今から名前を呼ばれた方は LINE ライブと
ツイッターの連携がまだの方なんでお願いしますっていう方です。ガニメデさん、アーリンさん、フミティさん、ミネマツさん、ロケットスニーカーさん、お願いします、お願いしますお願いしますツイッターの連携をしなくちゃいけないんだよ。ツイッター、うん、そう、ツイッターの連携をしなくちゃいけないの。ツイッターの DM に送られてくるから。で、そう、なんでそう思ったんですよ。私すごい褒められたんだよ、ウームの方に。あの、お水木 FC はすごい。なんでと思うみんなツイッターの連携と DM 開放がしっかりされてて、あ、え、かっちゃん言ってて、峰松さんにお願い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 します。そうできてて、そう、なんかプレゼント企画って結構時間かかるんだってさ、その連携をしてない方とかに連絡を教えない しないといけないとかね。なんだけど水木 FC はね、もうびっくりするぐらいみんな連携してるし、 DM も開放されてて。でもね、その連携されてない方5人いたんだけど、5人の方は前回のそのプレゼント企画に該当してないのかな方が多かったみたいで、あ、そういうことかって。なんか前回プレゼント企画にで該当してる方は結構解放されてたみたい。あ、やばい、時間ないんだけど、もう一つ大事なことで、私から LINE ライブの DM でキーワードを送りますので、私のキーワードから送られてきたキーワードをフォームに入力してくださいっていうことですので、あの、明日以降私から DM が届きますのでお忘れなく。あ、ガニベネさんとかブリントさんとか DM 見えるんだっけ。ランキング見ます。第1位チョコ王子ありがとうございます。第2位ブリントさんありがとうございます。第3位カッちゃんありがとうございます。第4位ディンちゃんありがとうございます。第5位ポポさんありがとうございます。第6位エレメンツさん、え、カタカナになっとる、ありがとうございます。第7位クマちゃんありがとうございます。第7位大輔さんありがとうございます。第9位タカリンさんありがとうございます。第10位セタンカさんありがとうございます。第11位クマカありがとうございます。第11位デカプーさんありがとうございます。第13位タマちゃんありがとうございます。よし、バイバーイ、おやすみみんな。じゃあまたゆっくり話しますね今度